1860年代に撮影された写真、トーマス・カーライルは、19世紀イギリスの歴史家、評論家。スコットランドのダンフリーズ&ガロウェイ、エクルフェ間出身。代表作には、英雄崇拝論、フランス革命史、オリバー・クロムウェル、衣装哲学、過去と現在などがある。ドイツ文学を研究したことでも知られ、ゲーテとの往復書簡がある。全集ザワークス・オブ、トーマス・カーライルは30巻に達している。1865年には、エディンバラ大学の学長に任命され、1868年まで務めた。著作は明治以来多数、日本語を訳されてきたが、今日では復刊以外での新本購入は困難である。英雄崇拝論に代表されるように、世界の歴史は英雄によって作られると主張したことで知られるが、彼の言う英雄とは歴史に影響を与えた神、預言者、詩人、僧侶、文人、帝王などを指す。日本語文献では、カーライル没後間もない明治20年代半ばに、民謡社で平田久志、カーライルが丸善で、石田洋一郎ほか分け、英雄崇拝論が出版された。同書は、詩人、土井晩水役が、春陽堂で1898年に刊行している。大正期には、戸川昭子役、オリバー・クロムウェルが、大正末期に、春秋社で、柳田泉役、カーライル全集が出され、昭和20年代に一部再刊された。同時期に、桓騎三郎役、ゲーテ論が出されている。山地愛山、内村勘三、新渡戸稲造及びその門下生たちの柳原忠夫、あぜ紙剣作り等に多大な影響を与えた。例えば、内村勘三は、後世への最大遺物において、勇ましい高尚なる生涯が、後世への最大遺物になる例として、カーライルが、ハリエット・テイラーにより誤って燃やされてしまった。フランス革命史の膨大な完成原稿を書き直したエピソードを挙げ、私はカーライルという人については全体非常に尊敬を表しておりますとしている。作家、夏目漱石はロンドン留学時に記念館を訪れ、帰国後に紀行文、カーライル博物館を書いている。初期作品、吾輩は猫であるに、登場人物がカーライルと同じ、異弱であることを自慢して友人にからかわれる描写がある。なお、ボルヘスは再評価している。カーライルは大英帝国時代を代表する著述家、言論人として様々な金言がある。この国民にしてこの政府ありはその一つ。元は19世紀イギリスの修道士の発言、国民は自分たちと同程度の政府しか持てない。杓子定規なお役所仕事をレッドテープと呼ぶが、これはカーライルが広めたとされる。雄弁は銀、沈黙は金はカーライルの言葉ではなく、カーライルの衣装哲学第三章目によると、これは彼がスイスで見たドイツ語の碑文である。トーマス・カーライルブリティッシュエッセイスト&ヒストリアン、エンサイクロペディアブリタニカ訳文は、序文付き序文集に初集。サルトアーレサルトゥース by トーマス・カーライル。www.gutenberg.org.2020 年1月13日閲覧。ありがとうございます。